勝ちましたチームホワイトの、大津美穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。紅白戦を振り返っていかがでしたか。はい、最終的に結果は勝って良かったと思います。個人的にはちょっとパスミスとかちょっと声かけのミスが多かったのが反省点なんですけど、まあ、チームでいろいろと声かけ合ってやりたいことが随所にできてたのでそれは良かったなと思います。今回は選抜選手の合宿の、はい、まあ、集大成として、はい、紅白戦が行われましたけども、はい、この合宿振り返るといかがでしたか。ですね、合宿中から今回の合宿のテーマが褒めるっていうことだったので周りのチームメイト の, いいところとか取り組んでることとかを常に周りを見ながらみんなで褒め合っていい合宿ができたと思います。昨年の夏は、はい、東京パラリンピック盛り上がりました。車椅子バスケを見たという方も多かったと思います。はい、大津さんは盛り上がりどのように感じました。そうですね、私はそうですね、テレビで見ていたんですけど、周りの職場の方とか、すごい盛り上がってる感じだったので、嬉しかったです。はい、で今その、はい、選抜選手として、はい、まあ、日の丸を背負って今練習されてます。はい、そのチームに入った、はい、入っていくというところ、はい、どのように感じてますか。そうですね、責任を持ってしっかりパイに向かって頑張っていきたいと思ってます。はい、改めてこの車椅子バスケ、はい、どういったところが面白いかな、どういったところを見てほしいと思いますか。そうですね、選手によって持ち点がバラバラでそれぞれに役割があるのでそういうところも見てほしいですし、まあ、激しい車椅子同士のぶつかり合いがすごい魅力なところだと思うのでそういうところを見てほしいと思います。大津さん、選手としての今後の目標を教えてください。はい、2年後のパリに向けて一日一日大切にして頑張っていきたいと思います。では最後に、はい、その応援してくれているファン、サポーターにメッセージをお願いします。はい、いつも応援していただいてありがとうございます。これからも全力で頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。チームホワイトの大津美穂さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では萩野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこの紅白戦振り返っていかがでしたか。はい、そうですね、新しい、新生女子ジャパンとして、初めてのこう皆さんに見てもらう紅白戦になったと思うんですけど、まあ、それぞれやること、これまで、まあ、2、3回合宿をしてきて習ってきたプレーっていうのをみんなで発揮できたゲームだったんじゃないかなというふうに思います。その今回の合宿どういったところをテーマに持って臨まれたか教えてください。そうですね、まあ、それぞれやってきた、ディフェンスもオフェンスも、何個か自分たちの、これからやっていくプレーだったりっていうのを、まあ、まだこう習ったばかりなのでみんなでこう少しずつ合わせながらやっていくっていうところだったんですけれども、まあ、オールコートを使ってのプレーだったり、まあ、ハーフコートの中でも、2オン2だったりもう、お互いコミュニケーションを取りながら作り合うっていうのを、目標にやってきていたのでそれぞれが発揮できて、いい試合が 見れたんじゃないかなというふうに思います。昨年の東京パラリンピックの盛り上がり車椅子バスケも、非常にこう見てもらえたと思います。その盛り上がりはご自身としてはどのように感じてたか教えてください。はい、東京パラリンピックの時は、まあ、男女ともに、いい試合をお見せすることができて、まあ、女子も6位という結果を残すことができたので、そこの盛り上がりにまたそうですね、メンバーも新しくなったので、まあ、この新しいメンバーでまた、次パリに向かっていけるように一つずつステップアップしていければいいかなと思うのでこの最初の試合としてはすごく良かったんじゃないかなと思います。改めて車椅子バスケの面白さこういったところを見てほしいというところを教えてください。今日も、いろんなプレーがあったと思うんですけれども、得点を決めるだけではなくて、ディフェンスいいディフェンスをしたりだとかオフェンスも連携したプレーだったりだとか、1人じゃできないプレーっていうのはたくさんあるので5人で連携したプレーをたくさん見ていただいて、車椅子バスケットボール持ち点っていうものもあると思うんですけどそういう、お互いが助け合ったりだとか、お互いで作り上げるっていうところを皆さんに見てもらえればもっと車椅子バスケットボールを楽しく見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。
選手として今後の目標はどのように持ってますか。そうですね、一番近い大会は、AOC といって、世界選手権の予選があるので、まあ、そこに向かってまずは、しっかり戦える、チームを作ることで、またそこに、パリに向けてまたいいチームを作り上げていければいいかなというふうに思います。じゃあ最後に応援してくれているファン、サポーターにメッセージをお願いします。はい、女子の試合を見れる機会はあまりないと思うので、こういう機会でしっかり女子も、車椅子バスケでこうしっかりやっているっていう姿を皆さんにお見せできて、勇気だったりパワーだったりっていうのを見ていただければいいなというふうに思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。萩野真由さんでした。ありがとうございました。